皆さん、こんばんは、マーティン。北の侍、キングタクです。キングタク、シェイシェイ、北京。北京オリンピックは無事閉幕でございます。閉会式の模様、まあ途中までですけども、見ました、はい。確かに、えー、演出、本当に、AR によるもの満載。本当に、綺麗ですね。絶景かな、絶景かなですね、はい。日本選手団、赤でもう分かりました、見てて。まあ、陸流ペアももちろん出ましたし、カームス、ももちろん出たし、あとは、高梨沙羅さんとかも、いろいろ選手出ましたね。 まあ、機種積まれたゴーアギサさんですね。メダル無冠でしたね、はい。まあ、中国らの,のモデル級のビッグエアすごかったですね、それは、はい。驚きました、はい。まあ、閉会式いろいろなアクションありましたし、まあ、えー、バッハ会長のお言葉の医療従事者のパンデミックの中でよく頑張ったとお話があったそうでございます、はい。いや日本最多メダルは本当にすごかったです。 まあ、感動的です。もう後日、もうランキング、私、まとめましたので、後日ご紹介出させていただきます。ファンの皆様、まあ、北京オリンピック中止かと最初は予想したけど、まさかやるとは、私も、驚きました。はい。このまま中止にしろとは思いましたが、まさかやるとはね、裏切るような結果となりましたね。はい。まあ、そうですね、感染者出たのは仕方ございませんけども、出なかったのにも、選手も中にはおりますね。はい、コロナ感染して。 まあ、ドーピング違反の問題で心配はされましたね。あの、フィギュアスケート、あと、え、ウクライナの一部の選手とかですね。はい。言葉にならないほどですけども、まあ、日本で無事で良かったと思います。はい。感染者ちょっと出ましたけども、無事で良かったかと思います。はい。次はミラノオリンピックでお会いしましょう。この後パラリンピックもございますので、その特集も随時どんどん入れます。ファンの皆様、どうもありがとう。 どうか、日本で、また4年後、お会いしましょう。バイバーイ。